ミリアム・ゴンザレスは、アメリカ合衆国のアダルトモデル、女優。数多くのプレイボーイスペシャルエディションに出演した後、プレイボーイ史2001年3月号のプレイメイト・オブ・ザ・マンスに選ばれる。現在では珍しくなくなったが、ブルック・リチャーズと共に、プレイメイトになる前にプレイボーイスペシャルエディションに登場した初のプレイメイトの一人であった。一部の愛好家にとっては、スペシャルエディションの彼女は、 プレイメイトの時の彼女を遥かに上回っている。スペシャルエディションの写真は、彼女の若々しさと表情を強調し、画像レタッチが少なく、ページいっぱいのチブさの極端なクローズアップもあった。モデルになる前は、高校のチアリーダーであり、フーターズのウェイトレスであった。2003年と2004年にウェブサイト、pinupiles.com で一連のピンアップスタイルの画像を公表した。 また、2005年から2006年の数ヶ月間、プレイボーイラジオのプレイメイトアワーの共同司会者を務めた。さらに数多くのプレイボーイビデオに出演、特にラスティーラテンレディースが知られる。プレイボーイスペシャルエディション2005年4月、5月後の彼女のクレジットに添えられた引用によれば、背中の痛みを和らげるために縮み胸手術を受ける可能性を示唆している。 逆に言えば彼女は、包教手術を受けたことがない。2013年2月、pinupfiles.com に、さらに胸が大きくなってカムバックした。ありがとうございます。